こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ。無在庫転売がバレて、アカウント停止になりました。アカウント復活方法を教えてください。というテーマについてお伝えします。それでは、早速いってみましょう。この動画では、メルカリ無在庫転売で、アカウントがね、停止してしまったので、アカウント復活方法をですね、教えてほしいっていう相談がありましたので、まあ解決そですね。 まあ、ぜひ説明させていただきます。えまずですね、メールカリで無在庫転売をやるのをやめた方がいいかと思います。これでアカウント削除されないです。はい。で、アカウント復活方法なんですけど、まあ、私の以前の動画でも、まあ、あの紹介させていただいてるんですけど、メール、スマホですね、えクレカ、これをですね、すべて変えた方がいいかと思います。で、SIM なんですけど、SIM は変えなくても大丈夫です。 で、これはですね、えー、私も一回ですね、アカウント削除されてますので、CV1 同じのを使ってるんですけど、特に問題はないですね。で、問題はメールとスマホとですね、クレカなんですね。で、これが一つでもずれるとですね、またアカウント削除になります。で、スマホをですね、あのー、まあ、海外の、まあ、片付けしたね、スマホでしたら1万円とかね、5千円でも、あのー、売ってますので、 まあまあ、またね、無在庫やりたいってことはね、それを覚悟でね、まあ、買っていただいてですね、で、まあ、アカウント削除されましたら、そのスマホをね、まあ、売って、で、また購入してやるっていう方法も一つの手ではないかと思うんですが、まあ、できればね、まあ、アカウント、まあ、無在庫ね、をしないでやっていただけばいいかと思うんですよね。はい。なので、この点をね、あのー、守っていただければ、アカウント復活できますので、ぜひ試してみてください。 LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げるマリニーマニュアルプレゼントします。なぜ10万円稼げるか詳細に記載します。ぜひ楽しみにしてください。登録したいにニックネームかスタンプお願いします。よろしくお願いします。本日は最後見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。